皆様本日はお暑い中お越しいただきまして誠にありがとうございますただいまから第19回令和4年度日本農業新聞広告賞表彰式並びにアグリビジネス講演会を開催いたします私は本日の司会を務めさせていただきます飯田真奈美と申しますどうぞよろしくお願いいたします はじめに主催者を代表しまして日本農業新聞代表取締役社長広田武俊からご挨拶申し上げます本日は令和4年度日本農業新聞広告表彰式並びに アグリビジネス講演会にご来場いただまいまして厚く御礼申し上げますこの3年間苦しめられました新型コロナ禍でございますがこの5月から5類感染症に位置づけられたことで行動制限が解除されました油断を許さない状況でございますが本日ここに皆様方お迎えできたことは誠に喜ばしいことだと思っておりますこの広告書も 今年で19回目を迎えることができました。これも一重に広告主の皆さんもはじめ、広告代理店の方々や関係各員のご支援とご協力の賜物と感謝を申し上げます。今回も表彰式典と合わせ、第2部では変わりつつある兵士の姿もご紹介いたします。日本農業新聞は本年3月、 全身の私共数砲から数えて創刊95周年を迎えることができました私どもは知る生かすつなぐ J グループ情報共有運動のスローガンを掲げ農業者の経営に役立つビジネス情報の発信とデジタルコンテンツを含めた J グループの広報活動を支援する多様な事業を展開してまいります兵士が昭和3年の創刊以来 一貫して食と脳に関する専門情報を発信し続けられたのも、読者をはじめ、広告面をご活用いただいております皆様のお力添えによるものと心より感謝申し上げます。本日、表彰させていただきます作品は、読者である農家組合員の営農と暮らしに役立ち、大きな感銘を与えました。受賞されました皆様には、 心からお祝いとお礼を申し上げますとともに、本日の表彰を契機に、ますますのご発展をご記念申し上げまして、挨拶といたします。ありがとうございました。広田社長、ありがとうございました。ご講談ください。それでは皆様、ただいまから日本農業新聞広告賞の表彰式を行います。 選考経過について広報局長片平清美が説明いたします。説明いたします。日本農業新聞広告賞の選考基準につきましては、一広告の狙いがわかりやすいか。 に表現性に優れているか、三、社会性があるか、四、話題性があるか、五、購買動機に結びつくか、六、地域の特色を生かしているかの六点を設定しております。この基準に基づき、令和4年4月から令和5年3月までの一年間、日本農業新聞本紙と公式ウェブサイトに掲載した広告、約五千点を対象にですね、第一次審査で、日本農業新聞国告省審査委員会事務局が、 大型スペース広告部門、記事下広告部門、バリエーション広告部門、記事体広告部門、ウェブ広告部門の5部門から各5点ずつ、全25点を選定いたしました。<laughs> 第2次審査は、読者審査員93人、有識者審査等を経て、各部門の上位を選考いたしました。最終審査は、多摩美術大学名誉教授の中島翔文審査 委員長ををはじめ7人の審査員に各部門上位を選考いたただきました第2次審査と最終審査の得点を合算しまして最も得点の高い作品をグランプリ次ぐ作品に準グランプリ各部門の優秀賞を選ぶとともに今年度は時勢を鑑みまして審査員特別賞を選びましたその結果グランプリは FMC ケミカルズ株式会社様、準グランプリは NTT ファイナンス株式会社様、各部門の優秀賞には、日本貨物鉄道株式会社、北海道支社様をはじめ10社、審査員特別賞には、中央酪農会議様が優秀賞とのダブル受賞で選ばれました。以上ごごご報告いいいたしまますすありがとうござ講談ください 受賞作品はお手元の資料に本日の広告賞の受賞作品を特集・掲載した日本農業新聞などを同封しております。また、日本農業新聞公式サイトにも掲載しておりますので、どうぞご覧ください。それでは、ただいまから表彰式に移ります。広田社長はご登壇ください。 部門賞の優秀作品をご紹介いたします最初に大型スペース広告部門ですこの部門では日本貨物鉄道株式会社北海道支社様の収穫旅行バイエルクロップサイエンス株式会社様のビーラム線虫防除にこれいいねが受賞されました 日本貨物鉄道株式会社北海道支社様バイエルクロップサイエンス株式会社様どうぞご登壇ください <music> それでは日本貨物鉄道株式会社北海道支社様前にお進みください広田社長から賞状立てをお受け取りください 表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞、大型スペース広告部門優秀賞、日本貨物鉄道株式会社、北海道社者殿、記者収穫旅行の広告は、日本農業新聞に掲載された広告の中で優秀作品に選ばれました。ここにその栄誉を称え、表彰するとともに副賞を贈呈します。令和5年8月期日。 株式会社日本農業新聞代表取締会長港義弘大読でございますおめでとうございますおめでとうございます皆様拍手をお願いいたします<手>続きましてバイエルクロップサイエンス株式会社様前にお進みください賞状盾をお受け取りください表彰状 令和4年度日本農業新聞広告賞大型スペース広告部門優秀賞バイエルクラップサイエンス株式会社殿以下同文でございますおめでとうございますおめでとうございますそれでは記念のお写真を撮らせていただきます 皆様今一度拍手をお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。それではご講談ください。次に、木下広告部門の部、失礼しました。次に、木下広告部門です。馬耳畜産振興協議会様の、酪農応援キャンペーン。 地方競馬ミルクウィーク株式会社坂田の種様の花は心の栄養野菜は体の栄養が受賞されました和地畜産振興協議会様株式会社坂田の種様ご登壇くださいそれでは 馬地畜産振興協議会様、前にお進みください広田社長から賞状立てをお受け取りください表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞記事下広告部門優秀賞馬地畜産振興協議会殿、以下同文でございますおめでとうございますおめでとうございます 続きまして株式会社坂田の種様前にお進みください賞状立てをお受け取りください表彰状令和4年度日本農業新聞広告賞記事した広告部門優秀賞株式会社坂田の種殿以下同文でございますおめでとうございますおめでとうございます それでは記念撮影となりますありがとうございます皆様今一度拍手をお願いいたしますどうぞご講談ください続きましてバリエーション広告部門です 一般社団法人中央酪農会議様の国産100%の牛乳をお届けするために「すごいぞ牛乳飲んだら栄養」と東日本電信電話株式会社様の「次の未来はあなたの街から始まる」シリーズが受賞しましたなお中央酪農会議様につきましては昨今の厳しい酪農状況を応援する意味から 審査員特別賞のダブル受賞となりました。一般社団法人中央酪農会議様。東日本電信電話株式会社様、どうぞご登壇ください。それでは、一般社団法人中央酪農会議様、前にお進みください。 広田社長から賞状盾をお受け取りください表彰状令和4年度日本農業新聞広告賞バリエーション広告部門優秀賞審査員特別賞一般社団法人中央6農会議殿ご同文でございますおめでとうございますおめでとうございます 続きまして東日本電信電話株式会社様前にお進みください表彰立てをお受け取りください表彰状令和4年度日本農業新聞広告賞バリエーション広告部門優秀賞東日本電信電話株式会社どの以下同文でございますおめでとうございますおめでとうございます それでは記念撮影となりますありがとうございます今一度皆様拍手をお願いいたします<手>どうぞご講談ください<手>次は記事対広告部門です株式会社 ワールドワイドシステム様のスマートレシコ JA k キャンペーンのご提案アマゾンウェブサービスジャパン合同会社様の農業と IT の架け橋に高知県と AWS の挑戦が受賞されました株式会社ワールドワイドシステム様アマゾンウェブサービスジャパン合同会社様どうぞご登壇ください それでは、株式会社ワールドワイドシステム様前にお進みください。広田社長から賞状立てをお受け取りください。表彰状令和4年度日本農業新聞広告賞記事体広告部門優秀賞株式会社ワールドワイドシステムの以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。 続きまして、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社様、前にお進みください。賞状立てをお受け取りください。表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞、記事対広告部門優秀賞、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社どの、以下同文でごでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。 それでは記念撮影となりますありがとうございます皆様今一度大きな拍手をお願いいたしますどうぞご講談ください次はウェブ広告部門です遺跡納期株式会社様の ロボット田植え機コイン精米機キャンペーンと株式会社 SDS バイオテック様の予防から始まる病害管理ダコニール1000が受賞しました遺跡の置株式会社様株式会社 SDS バイオテック様どうぞご登壇ください それでは、遺跡農機株式会社様、前にお進みください広田社長から賞状立てをお受け取りください表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞ウェブ広告部門優秀賞、遺跡農機株式会社の以下、同文でございますおめでとうございますおめでとうございます 続きまして、株式会社 SDS バイオテック様、前にお進みください。賞状立てをお受け取りください。表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞、ウェブ広告部門優秀賞、株式会社 SDS バイオテック殿、以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。 それでは記念撮影になりますありがとうございます皆様今一度拍手をお願いいたしますどうぞご講談ください続きましてジュングランプリをご紹介いたします NTT ファイナンス株式会社様の支払い業務の課題まとめて解決ビリングワン活用事例が受賞しました NTT ファイナンス株式会社様どうぞご登壇くださいそれでは前にお進みください広田社長から賞状立てをお受け取りください 表彰状、令和4年度日本農業新聞広告賞、準グランプリ、NTT ファイナンス株式会社どの、記者、支払い業務の課題、まとめて解決、イリングワン、活用事例の広告は、日本農業新聞に掲載された広告の中で、準グランプリに選ばれました。ここにその栄誉を称え、表彰するとともに、副賞を贈呈します。令和5年8月期日。 株式会社日本農業新聞代表、取締役会長、稲田芳弘、大読でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは記念撮影になります。 ありがとうございます。皆様今一度拍手をお願いいたします。どうぞご講談ください。それでは皆様令和4年度のグランプリを発表いたします。第19回令和4年度日本農業新聞広告賞のグランプリは FMC ケミカルズ株式会社様の クロスメディア展開プレバソンフロアブル5ですおめでとうございます FMC ケミカルズ株式会社様どうぞご登壇くださいそれでは前にお進みください広田社長から賞状立てをお受け取りくださいグランプリの副賞は50万円です表彰状 令和4年度日本農業新聞広告書グランプリ FMC ケムカルズ株式会社どの記者クロスメディア展開プレワソンプレアブル5の広告は日本農業新聞に掲載された広告の中で最優秀作品に選ばれましたここにその栄誉をたたえ表彰するとともに副賞を贈呈します令和5年8月期日株式会社日本農業新聞代表取締役所港義弘統領でございます おめでとうございますおめでとうございますそれでは記念撮影になりますありがとうございます皆様今一度大きな拍手をお願いいたします広田社長はどうぞご講談ください それではグランプリを受賞されました FMC ケミカルズ株式会社アグロサイエンス事業本部事業本部長浜本悟様グランプリ受賞の喜びの声をお願いいたしますえただいまご紹介いただきました FMC ケミカルズの浜本でございます、えー、この度は大変名誉ある賞を頂戴いたしまして本当にありがとうございます心から御礼申し上げます 本来であれば、代表取締役の平井からご挨拶を申し上げるところではございますが、今回別件入っておりまして、失礼させていただいておりますので、私の方が代弁をさせて、代読させていただきたいというふうに思います。<laughs> この度は、第19回日本農業新聞広告賞グランプリという、大変栄誉な賞をいただき、誠にありがとうございます。は 創業約140年の研究開発型アグリサイエンス企業として世界各地で農業生産者や社会が直面している課題にイノベーションで応えようと日夜取り組んでいます近年気候変動がもたらす社会や農業生産への直接的な影響が世界中で目の当たりにされています弊社は温室効果ガス排出量を科学的根拠に基づき 2035年までに実質ゼロにするという取り組みを掲げ、意欲的に進めています。世界でもトップクラスの研究開発パイプラインを有し、新規の化学農薬以外にも、フェロモンやペプチド技術といった新たな分野で、植物病害虫抑制技術に投資を続け、環境に優しく持続可能な生産技術の開発を強化しています。 今回受賞したプレバソンフォロアブル5は、えー、幅広い作物、えー、重要害虫に対し、安全、経済的に広くお使いいただいており、紙面とウェブのクロスメディア展開で、これからも有益な情報をお届けしたいと思っております。昨今、えー、国産農作物の重要性が再認識されていますが、輸入に頼っている飼料用トウモロコシの重要害虫もしっかり防除できる製品として、 食料安全保障の分野でも貢献してまいります今回選考いただきました審査員関係者の皆様使用者の皆様に深く感謝申し上げます、えー、ヘルミシーケミカルズ株式会社代表取締役社長平井康博、えー、受賞各社を代表いたしまして心から御礼申し上げますありがとうございました浜本様ありがとうございました改めまして大きな拍手でお送りください ここで第19回令和4年度日本農業新聞広告賞の審査委員長を務めていただきました多摩美術大学名誉教授の中島将文様に審査公表をお願いいたします。 中島です。えー、本日は授与させた企業の皆様、そしてご関係の皆様、えー、本当におめでとうございます。それでは審査表を述べさせていただきます。2023年度のグランプリは FMC ケミカルズのプレバゾンフラーファイブ5が獲得しました。 えー、工夫が見られたのはそのメディア施策でしたまず新聞15段で新発売のインパクトを与え1か月後にウェブのバナー広告を展開しクロスメディアにより大きな成果を上げました徹底したグリーンのイメージで新聞では商品を詳細に語りながらウェブでは商品をスピーディースピード感あふれる表現で 印象付けましたえー、ジングランプリには NTT ファイナンスのビリングワン活用事例が選ばれました広告では請求書の電子サービスの導入事例を紹介し例えば毎月15時間かかった作業が1時間で終わった事例など大幅に効率化した成功例を紹介し 高い評価を得ました大型部門では JR 貨物北海道支社の収穫旅行がメイ,ンメインのお芋の写真が形の面白さと鮮やかな色彩でインパクトを放ち本文コピーの「東京のおうちで華麗になる芋」に象徴されるように 北海道産を支える姿勢を示して受賞しました。もう一つの優秀賞にはバイエルクロップサイエンスのビーラム線虫防除にが受賞しました。長期の効果が期待できるので計画が立てやすいといった農家の声を反映させて説得力を持っていました。 記事した広告部門ではバジ畜産振興協議会の地方競馬ミルクウィークが受賞しました牛乳乳製品の消費拡大の応援をはじめ日本の酪農を応援し畜産を元気にするメッセージを発信しましたまた酒田の種の花は心の栄養を 野菜は体の栄養が、えー、無数の種で作られたうさぎの素朴なシルエットで多くの読者に癒しをもたらし受賞しましたバリエーション部門では中央酪農会議の「酪農振興」の2作品が酪農家を通して国産100%の牛乳の安定した供給を訴え もう一つの新聞15段では芸人の皮肉ヌクボーイが牛乳の特性を面白くアピールし興味を喚起させましたまた NTT 東日本の「次の未来はあなたの街から始まる」シリーズが未来を施向したシリーズ広告で受賞こちらも新聞15段やウェブ広告の展開でした。 農業コミュニティや先端技術とドローンを融合させるなど新たな価値を創造する次世代農業への試みを伝えました記事体部門ではワールドワイドシステムのスマートレシコキャンペーンが写真や図を見やすく、えー、作って受賞 JA 宮崎経済連の導入事例紹介で記事体広告として充実した内容となっていました。またアマゾンウェブサービスジャパンの高知県と AWS の挑戦は高知県におけるデジタル技術の活用を紹介し農業データ収集による 生産性向上への取り組みが評価され受賞しましまたウェブ部門では遺跡納期のロボットタグエキコイン精米機キャンペーンがいくつかのデザインをループで流しロボットならではの機能を強調コイン精米機では最も目立つ位置に広告を出向し認知度を高めて受賞しました。 また SDS バイオテックのダコニール線はキャラクターのタコ坊やが先手必勝のコピーで予防や同時病状への有効活用を訴求し受賞しました、えー、審査員特別賞には中央酪農会議が受賞しました2つの異なったアプローチで酪農への熱意を語り バリエーション部門での優秀賞とのダブル受賞となりました。えー、それでは、これで審査表を終わらせていただきます。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。中島審査委員長、ありがとうございました。どうぞご講談ください。これをもちまして、第1部、第19回、 日本農業新聞広告賞表彰式を終了とさせていただきます受賞された皆様本日は誠におめでとうございましたこの後15時から第二部の日本農業新聞アグリビジネス講演会となりますこれより会場では記念撮影となります受賞された皆様はお残りください 皆様お待たせしておりますただいまから第2部日本農業新聞アグリビジネス講演会を開催いたしますはじめに日本農業新聞のデジタル戦略と題しまして日本農業新聞デジタルイノベーション室室長高橋秀明から当社の取り組みを申し上げます 皆さん、こんにちは。あのデジタルイノベーション室の高橋と申します。えー、まずもって、本日、受賞された皆様、改めておめでとうございます。また、お忙しいところ、ご臨席いたたまり、ありがとうございます。えー、貴重な時間をいただいています。えー、私に与えてられている時間は10分ということですので、なるべく簡潔にお話をしたいと思っています。あのデジタル戦略って、あの一応、題名をつけましたけれども、そんなに大それたものではなくてですね、えー、DX、DX って言ってますけれども、私どもの考える DX はですね、 二つにに別できるかなというふうふ思っています、えー、HDX と SDX って言葉を私ども使ってるんですけれども H をハイスペックですね、えー、システムを作ってなんかいろんなこうお大きいですねシステムを変えるというよりも私たちが目,目指してるのはですね SDX シンプルスマートフォンスモールスタート、えー、スピーディーというですね、えー、なるべく誰も,もがですね使えるようなあ。 ディエクソですね取り組みたいなというふうに思ってます。そこでですね、一つちょっと動画を見ていただきたいなというふうに思ってます。現在、販売事業の八割以上が米国や畜産だ。特に米は需要が伸びていない。米価にも左右され、収益になかなか結びつかない。一方。 合併以前から JA 管内は園芸作物も盛んだった園芸産地としての素地と合併の利点をうまく生かす方法はないかと試案したどり着いた答えがまとまった生産量を確保でき長期出荷が見込める果汁野菜5品目トマト、ママナス、ピーマン、キュウリ。ご来場の皆さん聞こえますかはじめまして。 私は直売所や JA 店舗を PR するために生まれた AI、日野アグリコです。店頭のデジタルサイネージなどの端末から発信するしゃべる広告です。直売リバでは、本日一押しの旬の一品や新メニューの紹介、アルバイトの募集などに使えます。また、JA 支店内では、JA からのお知らせや営農、信用、教材事業等のキャンペーン情報、女性部の活動紹介はもちろん、 広報をを読みみ上上げる、ななななんてこともでできちちゃいます。ちなみに、私は人工知能なのの英語、語語中国国ど、100カ国以上の言語を話 JA Akihabara Farmers Market recommends wild vegetables in May. Early summer has arrived, and the season has come to enjoy the blessings of the city near Akihabara Station. いかがですか ?JA のファン作りのきっかけとして目を引く広告としてぜひ私を置いてみませんかご来場の皆様こんにちは日本農業新聞の代表取締役社長広田武俊です電子版創刊から1年が経ちましたこれからも機能を充実させ 日本の食と脳を守る情報を広く発信していきたいと思いますはい、えー、動画の中に3つのお AI 動画というのを盛り込まさせていただきました、えー、この3本の中で一番こだわったのはですね社長をいかにかっこよくするかということで <laughs> あのあもともとかっこいい社長をもっとかっこよくしたんですけども、えー、これで怒られないかなと思いますけどあの デジタルだとです、ね、できるんですよね、あのー、かっこよくもできますしいろんなであれ人,だ人ではなくてです、ね、キャラクターもしゃべることができますので、えー、AI の可能だなと思っています。一つ目の新聞を読み上げる AI あれはですね、えー、うちの記者が取材をして新聞に載った内容を AI がしゃべってるだけですスマホをかざすとスマホの中で読み始めるということですねそれと二つ目がですね。 えー、まさにスマホをかざすとアプリではなくて QR コードを読み込んだだけで AI がしゃべり始めます、えー、しゃべり始めた後ですね LINE、えー、上であの AI と会話ができるチャット GPT を埋め込めばですけども、えー、というふうなソリューションになりますですので、えー、まさにあのあのインバウンドを意識したあいう女性のちょっと着物を着た服にしてますけれどもあれもまさにどんなことにも活用できると。 最後、あの社長の AI ですけれども、あれは写真一枚です、写真一枚でまばたきから、首の振り方からです、ね、でしゃべり方、あの声は AI ですけれども、というふうに作れるということです。こういうふうに、ですねスマホでできることというところが、ですね今の私たちが目指しているデジタル戦略の一つになります。もともとですねうちがこのデジタル戦略を始めるときに、一番の柱に据えたのはですね、 デジタルで共同を強くする、つまり人と人とのつながりを強くするというのを柱にやってます。デジタルを始めたことによってですね、人と人との関係が希薄になったりしたらそこは意味がないなというふうに思ってますんで、こういう AI を使いながらですね、人と人とをつないでいきたいなというふうに思っています。合わせて当社でですね、JA DX 推進研究会と。 いうのを立ち上げてますデジ,タルをデジタル化、働き方を変えるんだと言ってもです、ね、なかなか何やってもいいか分かりません。ですので、興味のある j a さんに会員になっていただいて、一緒にです、ね、月1回研究会をやらさせてもらっています。今、5 0 j a ほど参加,させていただ参加していただいてまして、合わせてです、ね、あのサポーター企業という形で、19社の方に支援いただいています。まさに本日あのご,ご参加いただいているです、ね、AWS 様、 並びに NTT ファイナンス様、NTT 東日本様にはあのパートナー企業として参加していただいてです、ね、一緒にです、ね、JA グループの DX 推進にです、ね、協力していただいているということになります。それとです、ね、私ども紙の新聞を ずっと出し続けているわけですけれども、デジタルで,です、ね、新しい新聞を作りたいなという取り組みをしています、百新聞構想という名前をつけていますけれども、必要な人にです、ね、必要な情報が届くということがデジタルで可能になりますので、すでに和牛新聞というのを立ち上げていまして、和牛農家向けに今4000人ほど会員がおりますけれども、LINE 基盤で情報を伝えているという形になります。でこの秋にですね えー、緑 GX 新聞っていうのを創刊したいなというふうに思ってます。あの緑戦略どういうものかっていうのはこの後ですね、えー、枝本農水省元次官があの講演されてしていただきますのでそちらにあの譲りしますけれども、この緑 GX 新聞を創刊してですね。 えー、今の国がやろうとしている緑戦略に、えー、うちがですね何とか貢献したいなというふうに思ってます、えー、ちなみにこの緑新聞のです、ね、名誉編集長枝本元,元時間にお願いしております、えー、コンセプトはですね、えーまあ、まだまだ緑戦略生産者の認知度が低い ということもありますので、えー、そのまず啓蒙活動というかです、ね、情報発信をしたいというところ、それと学校給食とかです、ね、えー、消費の現場もつなげたいなというふうに思ってますし、えー、産地や自治体、サミットとかアワードとかもやりたいなというふうに思ってます。えー、まあ情報発信をする、えー、産地をつなげる、えー、消費社会への反映というところで、新聞を出していきたいなと思ってまして、コンテンツ案なんですけれども、 まずあの私ども今、今年度から緑 GX 面というのを立ち上げましたけれども、そこにいろんな情報が載っています、それをですね、営、え、農、ー、面もそうですけれども、すぐに使える営農技術情報、各地の先進事例、えー、というのを載せていくというところが一つの目のコンテンツになります。 それと、えー、緑事業認定、えー、今30社ほどですかね、えー、されてますけれども、そういう機器も紹介していきたいなというふうに思ってます。併せて、えー、今回のこの取り組みです、ね、農水省が全面協力すると言ってますので、えー、言っていただいてますので,です、ねえー、農水省関連の動画コーナーを作りたいなと思ってます。今、なかなか文字で,です、ね、お伝えしても伝わりませんので、生産地にどんな補助金があるのかっていうのをです、ね、農水省の担当者に出ていただいて、 えー、3,4分の動画にしたいなというふうに思っていますあとバリューチェーン情報ですね生協、スーパー、外食産業等々ですね、えー、賛同いただける方には入っていただいて情報発信していきたいなというふうに思っています まあ今後の展開なんですけれども、まあ、緑研究会という形で一緒に研究をしていきたいと思ってますし、えー、緑サミットという形で皆さん集まっていただいてです、ね、何かこう、話し合いできるような場も作りたいなと思ってますで、ちょっと有料事例がどんどんできていったらです、ね、緑アワードという形で、えー、表彰もしたいなというふうに思ってます。えー、まだまだですね、構想段階でして、まあ、10月に創刊できればいいなと、準備を進めてますけれども、 総刊し、研究会を立ち上げ、えー、緑サミットして、緑アワードみたいなところを考えておりますので、ぜひですね、今日ご参加の企業の皆様も、あのご興味があったらです、ね、参加をしていただきたいなというふうに思っています、新聞自体は無料でお出ししたいなというふうに思っています。と言ってる間に、えー、10分経ってしまいまして、最後に、YouTube ライブというのをやろうと思ってます。 あのデジタルってですね、えー、何でもできるので面白いことやりたいなと思ってまして、えー、うち農業新聞に来ていただいた方が分かるかもしれませんけど1階のエントランスが意外と広く作ったものですからそこにですね移動式のリアカーで移動できるようなスタジオを今作っています。そこでで週に1回でもです、ね、30分ぐらい YouTube ライブをやりたいなと思ってます。まあ秋葉原にあるんでですね、メイドさんも呼んだりとかですね、やったりあの生産者も呼んでいろんな会話ができればなというふうに思ってますので、それもぜひですね、あの皆さんにあのサ、なんて言うんでしょう、サポーターという形、あ、スポンサーですね、になっていただけると本当にありがたいなというふうに思っています。はい、ちょっとあの簡潔なで駆け足になりますけれども、デジタル戦略というところまでちょっと行かなかったかもしれませんが、私の方の説明は以上になります。ありがとうございました。 高橋市長、ありがとうございました。どうぞご講談ください。続きまして、記念講演に移らせていただきます。本日は、大日本水産会会長で、前農林水産事務次官、枝本正明様に、未来の日本農業に、動き出した緑戦略と題し、ご講演いただきます。先生のご経歴の詳細は、 お手元の資料をご確認ください。枝本様は昭和三十六年三月九日生まれ、鹿児島県のご出身です。東京大学法学部をご卒業され、昭和五十九年に農林水産省に入省されました。平成二十八年生産局長、令和元年大臣官房長。令和二年八月農林水産事務次官。 そして現在は一般社団法人大日本水産会の会長でいらっしゃいます。それでは枝本様どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。あの今ご紹介いただきましたあの枝本でございます。まあ今日はですねあのまず日本の漁新聞のあの広告対象ということであの受賞された皆様方本当におめでとうございます。また本日はあの。 まあ先ほどの,あのプレゼンにもございましたけどあの農林省が作りましたの緑の食料システム戦略をテーマにえー講演してくれないかというご依頼がございましてまああのこれからご説明いたしますけどもまあこの戦略を実現していこうとすると多分今日お集まりの,ですねあの資材とか機材だとかあと IT だとかそういう方々と一緒にやっていかないとおよそあのできるような戦略ではないので。 あの皆様方がこの戦略に非常にあのいろんな意味で関わる可能性があると言いますか、関わるんだということを、もしあのご理解いただけるんであれば、ありがたいということで、引き受けさせていただきました、まあ、こういう機会を与えていただきました、日本農業新聞の皆様に感謝申し上げたいというふうに思います。またあの日本農業新聞はですねあの農業関係のの皆様方方非常に多くの方々が呼んでおられて まああの先ほどもございましたけどあのさまざまなあのデジタルも含めたツールがこう発達しているので是非この戦略も含めてなんですけどやはりあの消費者だとかですねあの学校の先生だとかまあ子どもたちをこれから導くような方々とかまあそういう方々にも是非日本農業新聞がこう裾野を広げてですねいろんな情報を提供したりまあ一緒にえ日本の食料を考えるような場を 提供していいたただけると非常にありがたいなという,ふうに思ってございます今日はあまり時間がございませんので、ちょっと駆け足になりますけれども、資料に基づいてあのご説明させていただきます。えっと、じゃあ、資料、すみません。えっと、最初にです、ね、あの私が勤めてましたあの農林省の紹介だけさせていただきますけれどもあの、15年ぐらい前でしょうか、あの職員全員でですね、 農林省って一体何をするところかってことをあの、本当にあのみんなで議論して決めたのか、このビジョンを打つというところでございます。ま、農林水産省はあの命を支える食と安心して暮らせる環境を未来の子どもたちに継承していくことを使命として、ま常に国民の期待を正面から受け止め、時代の変化を見通して政策を提案しま、実現に向けて全力で行動します。ということを。 まあこれがわれわれの使命だろうということで、職員でいろいろ議論して決めました、まあ、え約2万人弱の職員が、農林省をおりますけれども、現実にあの個別の政策で、この通りいかないことも多々あるんですけれども、こういう気持ちで頑張っております、まあ、農林省の方もあもたまにはですねあのきあの、興味を持っていただければというふうに思います。 あと、われわれ農業関係者です、ね、あのよく農業厳しい厳しいって言いますし、まあ、例えばの日農産の1面とか2面の記事というのは案外、そういうのが多いんですけれども、まあ、実際にはですねあの本当にあのイノベーションの方向だというふうに思います一、まあ、つはですねあの今、こう輸出いろいろ進めてますけれども、まあ、ち,ょちょっとこの数字は古いんですけど今1.4兆円ぐらいです。ただあの 全体のですね農林漁協と食品製造で50兆ぐらいの生産額ありますので、まあ、たかだかまだ2%、それであの農林省の目標が5兆円、まあ、あの50兆の約1割ですね、あのまあ、それにもまああの全然追いついていないということで、輸出をしていこうとすると、やっぱり物流だとか、ですねあの冷蔵だとか、まあ、いろんなことがあのここにイノベーションの素、ね、地がございます。 あと、今日ののある意味主要なテーマですけど、自営地時の削減だとか、いわゆる環境問題、これに対しても、農業分野がですね非常にあのいろんな意味で大きな影響を持っている。ここはあの世界で今、要挑んで始まっているような話ですので、ここにもあのイノベーションの要素がたくさんございます。あと、技術の方もですねあも、スマート技術、これはもう AI だとか IoT も含めた技術。 あとスタートアップがいろんなところで食料というものが今世界であれされているあと育種の方もですねこれまでは非常に年限がかかったんですけども今はあのいろんなこう育種技術がもう発達をしていますので、まあ、あっという間にですねあのいろんな性能性あの 品種がこう作成でききるようになってきております、まあ、そういう意味でのスピード化ができていると、まあ、それがあの農業だけじゃなくて、医療だとか、創薬だとかですね、いろんなところにも使えるということで、まあ、いろんな意味であの農業、食品、産業、イノベーションのまあ方向であるというふうにえ思っております。まあ、そのためには、ですねやはりあの皆様方があの,の協力なしにはできないというのも事実でございます。 で今日の主要なテーマの前にですねあの巡る情勢ということでこれ多分皆様方があの頭の中であのお分かりになっていることだと思いますあの少しページがございますけどもあの駆け足であの5分ぐらいで、えー、認識をあの共有したいというふうに思いますまず一つはですねもう国内外のマーケットの変化ということでもう日本の人口はもう明らかに減るとで世界の人口はま増えていくとまあ、これはもうあの 明らかな事実です、まあ、これによって、まあ、人口というのは人の口というふうに書きますけれども、まあ、食料の需要もです、ね、あの国内はまあ減るけれども海外はものすごく大きくなっていくということが一つございます、まあ、そういう中で、えー、まあ農業とか食品産業ですね、あのー、市場の規模としても、あのー、雇用者ですね就業者としても非常にあの大きな産業でございます。 まあ特にあの地方経済にとって非常に重要な産業だということがございます。まあ、これをいかにこう持続性をちゃんと持っていくかと、まあ、全体であの100兆円ぐらいの,あの規模がありますけれども、あの他の,事業あの産業と比べてもです、ね、非常に日本にとって重要な産業だということがお分かりいただけるんじゃないかと思います。ただその一方で 日本の地位が非常にこう下がってきていると、こあは人口が減少していくということも一つありますけれども、これはもう皆さんご案内のとおり、一人当ての GDP ですね、2020年に韓国に抜かれて13位になって、たぶん2027年には16位ぐらいになるだろうということで、これはあの食料の世界でいきますと、いわゆる買い負けという形で現れてきております。 あとです、ね、あの日本の地位ということで言いますとこれはあの、まあ、日本は非常に多くの食料を輸入してますけれども、まあ、大造例にとると1998年、まあ、14億ということで、まあ、日本が一番だったんですけども今やですねもう中国がこれだけ世界の輸入をし、まあ、別にあの 日本が買っている額がそんなに変わっているわけじゃないけれども、もう地位は明らかに落ちているということですね、まあ、こういう中で、本当にさまざまなウクライナも含めてです、ね、いろんなことがある中で、世界に、世界からこう食料を大量に輸入するということが、本当にあの持続性があるんだろうかというようなこともございます。 一方で,です、ね、あのやっぱり国際的な関係は輸入だけじゃなくてこう輸出というのもあるわけですけど、まあ、今、1兆4千億まで輸出伸びてきてますけど、まあ、さっき申し上げた通り高々あの生産額の2%程度で、まあ、この1兆4千億程度だとまだまだです、ね、あの世界の市場に影響を与えるだけの力というのは持っていないてっの。 いろんな意味で、地位が下がっているところをです、ね、あの日本の食料のいろんな市場における地位というのをこう高めていきたいというふうに思っているところでございます。あと、もう一つの懸念材料が、まさにあの気候変動です。もうあの多分です、ね、あの皆様方は農業とこう関わっていらっしゃるので、まあ、肌身で現場の方は感じていらっしゃると思いますし。今、私は大日本水産会と水産の方におりますけど、まあ、サンマなんかは、ね、分かりやすい例で。 ともかくあの海の温度が上がってサンマは冷たいところということで沖の方に今逃げてますところがあの沖にはあのプランクトンとか沿岸ほど餌がないのであの食べる餌があんまりなくて小さくなっているとかつあの生殖能力も下がっているとかつそのそこの辺りにはです、ね、台湾とかの大きな船でサンマを取っていると。 7、8年、5、6年前まではです、ね、沿岸でもうサンマが当たり前に取れ,れていたのでそんなあの沖の遠くまで行ってです、ね、あのサンマを取るような船は持っていないということでもう今やあのスーパーに行ってもです、ね、あの台湾から輸入したサンマを我々食ってるみたいなそんな話になってるんですけどもうこれはもう明らかにも海洋環境が変わった結果と。 いうことですけどもう沖に行くと本当に餌がいないんでですね、まあ、なかなかあの本当さんまあ、どうするんだろうどうするんだろうかって言ってもなかなか難しいんですけど、まあ、そんなことになっているとあと農業関係でもいろんなことが出てますし、まあ、近年のですねあの雨の降り方一つとってもよく皆様もお分かりじゃないかとこれは極めて大きなあのリスクの一つでございますあとあの農業という意味で言うとですねあのいわゆる GHG 温室効果ガスなど世界ではですねあの 22%が農業とかそうただ日本はですねあの日本が全出している全体のうちの4.2%しかの農林水産分野から出ていないのであんまりあの農業関係者の方はですねここにあの危機感を持ってなかったっていうのがむしろあのいいことを自然にいいことをしてたっていうふうに思っている方が多いんじゃないかと思うんですけども、まあ、実際はですねあの農林水産業あとまあ食品産業も含めればですねもっとなんですけど。 あの排出をしてるということがございます。で、まあ、特にあのメタンなんかはですねあのまあ日本はのエネルギーを自分のところで作れないのであの他の国とあれなんですけど、まあ、日本の中で出てるメタンの,あの大きな部分は、まあ、あの農業とか畜産になっております。まあ、そういうことも含めてですね何ていうのかなあの やっぱり農林水産業というのも環境に対して負荷を与えているんだということを最近みんながやっぱりちゃんと認識をしたっていうのがここ最近の動きということだろうというふうに思います。あと農業を支えるです、ね、肥料なんかに関して言うとこの3要素もうほぼ100%輸入ですし見ていただきますとおり マレーシアとか中国とかカナダとかですね、もう一国集中ですので。まあ、このこれらの国で、まあ、特に中国なんかですね、あのリスクの大きい国ですけども。まあ、ここであの止められたら、もう本当にあの成り立たなくなっちゃうと、まあ、そんな状況もあるということでございます。まあ、そういう中で、あのやっぱりこうプラネタリーバウンダリーみたいな議論が出てきてですね。まあ、あの、まあ、地球の限界みたいなことが議論されて、やっぱそこで一番分かったことっていうのは、まあ、われ 私も高度成長の中で生きてきましたけどあのあの、まあ、経済というものがなんかこう中心に自分の中でもあったわけですけど経済とか社会を成り立たせようとするとやっぱりこう自然資本そこあの地球自体がきちっとしていないと経済も社会もないよねっていうのがこれはもう あの世界共通の認識になりまあ皆様方とも共通の認識を持てるんじゃないかなというふうに思います、まあ、そういう中であの農林水産業っていうのはですねこのまさにあの自然資本を使ってやっておりますのでまあそういう意味からするとあの例えば CO2 にしてもあの排出もするけれども吸収をするまあその両面を持っている唯一の産業でございます、まあ、そういう中であのじゃあどういうふうにこれからの農林水産業をこう持続的にしていくかということを 今議論していいるわけでございますそれであの諸外国も、ね、EU にしてもアメリカにしても、まあ、あの今申し上げたようなあの認識というのは共有あの一緒ですので、まあ、いろんなあの戦略を策定しております、あのバイデンあのトランプさんの時ですらですら、ね、ちゃんとこういうことをアメリカは決めてますのであのそういうやっぱり危機感というのがあの世界で共有をされているということだろうというふうに思います。 まあそういう中であの緑の食料システム戦略というのはあの農林省がですねあの平成3年に作りました、まあ、ここのポイントはですねあのどうしてもやっぱりあの農林水産省もそうなんですけどどうしてもあの農業者もしくはの農業生産にやっぱりこうどうしても偏っ,っちゃう面があるんですけどもやっぱり今申し上げたようないろんなリスクを踏まえて特にあの環境の関係を解決していこうとすると 食料システムとして捉えないとおよそあのどっかの分野だけで完結しないということでございます、まあ、具体的にはあの調達をし生産をして加工流通をして消費すると、まあ、この循環をですねすべてやはりあの持続性もしくは CO2 の削減なら CO2 の削減そういう観点で見直していかないとあのこの食料システムと。 いいいいいうううここととととでで捉えていかななやっぱりのの持続性というのは担保できないだろうと、まあ、ただ一方でその持続性だけ言っててもですねそれはやっぱり生活がございますので生産力の向上と持続性というものをちゃんと両立させる、まあ、そういうことを決めようとしたのがこの緑の食料システム戦略でございます。でまあ、具体的にはですね2050年に農林水産業 CO2 のゼロエミッション化をしようとか 化学農薬については50、50%低減、肥料は30%低減、有機農業を全体として25%、100万ヘクタールに拡大します、あと持続可能性に配慮した輸入調達をしますとかですね、まあ、そんなことを決めました、あともう一つのポイントは、ですねこのアジア、あの後ほどちょっと詳しくあれしますけど、やっぱりこうアジアモンスーン地域の食料システムをモデルとして内田さんといかんと。 まあこれはもうアメリカとか EU とかですねおよそあの気候条件だとか土の条件も違いますのでまあそういうところのえ基準とかですねそういうものをアジアに持ってこられて押し付けられてもとても対応できないよねということで今、アジアモンスーン地域としてのえこういうものに対する対応の方向というのを議論してまあこれをちゃんとあのこれまで、e、中 EU とか欧米中心だった 国際ルールメイキングに参画をしていこうと、まあ、そういうことをやっているところでございます。まあ、そういうのがあの、大きく言うと、ポイントだろうというふうに思います。で、まあ、2050年だとちょっと長すぎるんで,です、ね、2030年の具体的ないろんな目標も決めながら、やらせていただいているところでございます。 でじゃあこれによってです、ねあの、じゃあ、市場規模としてはどうなるかというのは、これはあの、えー、三菱 USJ の,あのリサーチの方がまとめられた資料ですけれども、えー、2050年、えーまあ、この戦略がうまくいけばです、ねえー、アジア地域の経済力向上等々を踏まえると、えー、2019年の約2倍、211兆から272兆円の市場規模になるんじゃないかと、それはもう農林漁業もそうだし、食品製造、外食。 あと農業機械等々の関連投資、関連流通、資材、まあ、こういうものがそれぞれです、ね、大きくなっていくよということで、まあ、最初に申し上げたそのイノベーションのです、ね、結果として、この市場規模も上がっていく、まあ、それは逆に言いますと、ここに興味への皆様方の商売のチャンスがあるということだろうというふうに思っております。 あとあの ESG 投資も、ですねあのこれも皆さんの方がよくお分かりだろうと思います。農業現場よりも多分皆様方の方があが厳しいことを言われてるんだと思いますけども、ただ、残念ながらまあ増加率は日本高いんですけどま、まだまだあの主要市場平均として比べて低いなという状況になっておりますま。そういうううういい意味ででやっぱりこういう環境問題に関するなんて言うんでするてんかねあの 国民の感度ってううんでしょうかねやっぱりこう日本はあ,のある意味あの国内で、えー、完結してたっていう面もあるので、あのー、ちょっと薄いのかなという,ふう気がしますし、あのー、この緑の食料システム戦略をですねあの決める時にいろんなステークホルダーの方と議論して決めたんですけど、あのーまあ、今日は資機材の方すごく多いんでちょっと申し訳ないんですけど私の印象としては。 この戦略を打ち出したときにですね、あのやっぱり一番最初にあの反応したのは外資系の方だったような気がいたします。まあ、そのあたりはですね、やっぱりこう日本全体としてあの子供たちも含めてですね、あのまこうなんか感覚って言うんでしょうかね、そういうものはあの大人も含め、大人もあの子供に対する教育も含めて考えるべき点があるんじゃないかなっていうのはあのコール作る過程で思ったこともございました。 そ,れでまあ、そういう戦略を作ってです、ね、あの戦略だけ作っても意味ございませんのであの具体的なあの、えー、に落としていこうということでその次の年に法律を作りまして、まあ、ここは一、ねまあ、つはです、ねあのまあ、各県の方で計画を作っていただいて環境負荷の低減に取り組むような生産者が作る計画だとかあと新技術の提供を行うような事業者が作る計画。 まあそういういいつの計画がございますで例えば、新技術のほうはです、ねえー、病害虫抵抗性に優れた品種開発を促進するために、まあ、品種の新品種の,あの出願量、ね、ううを減免するだとか、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、あのえー、皆様方のお役に立つようないろんなあの優遇措置を取っております。また、これらの計画制度に合わせて、機械とか施設に対する投資促進税制だとか、 日本高校からの定理融資、まあ、そういうものも新規で措置をさせていただきました。で、まあ、させていただいているところでございます。それでその運用の状況でございますけれども、今、全県で基本計画が公表されて、 まあ特にやっぱりこういう話っていうのはこう地域としてですね取り組むことがすごく大事になりますので,のであの今モデル地区っていうのが12県の23市町であの県の方で指定がされていますあとえーいろんなこう環境負荷に役立つ技術の普及を図る事業者まあさっきの,あの計画ですねを認定して えそういう認定が今、45の事業者が認定されて、これがあのどん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 あの増えているという状況にえございます。これは各県の状況でございます。これがあのさっき、今申し上げたあのモデル地区というものがあのどういうところで今できているかということで、これはあのそれぞれ市長なんかも、ですね式典なんかも皆様方をお持ちだと思いますので、ちょっと後ほど見ていただいて。 えーまあ、こういう特定,モデル特定区域、区域、地域ぐるみのときに、資機材の関係者の方々も入って、いろいろやってるっていうこともございますので、まあ、見ていただければなというふうに思います。あともう一つは、ですねあのさっき言った税制だとか、なんとあの、融資なんかもあるんですけども、農林省が持っておりますさまざまな補助事業を、この,あの緑の食料システムで、えー、認定されたような地区だとか、 取り組みに対してはいろんなあの、えー、優遇措置、要はあの優先的に採択をするとかですね。まあ、そういうことをあのいろんな補助事業でやっております。まあ、これはあのできるだけですねこれからあの我々、えー、我々とこのまあ、農林水産省としてはですねあのいろんな事業の要件としてやっぱりもうグリーンというものを入れていこうと。 いうふうふに思って、まあ、いきなりはなかなかできないんですけれども、あのそういうことをしていこうというふうに今、思っているところでございます。でじゃあ、具体的にどういうものがあるかというのがいろいろございまして、あの後ほどです、ね、あの見ていただければいいと思うんですけれども、あの緑の税制対象機械というのが今、60種類ぐらい認定されて、あと資材メーカーの方でもあのペレット対比、まあそういうのを製造に必要なものの税制なんかもございます。 あのここに載ってるようなです、ね、いろんなものがございますのとあと、まあ、これは後ほどあの見ていただけると思いますけどあのやっぱり面白いなと思ったのはです、ねあのまあ、一つはです、ね、あのこの国際有機公社というのでこれはあの富山の会社ですけどもここはです、ね、あの地域の未利用の魚だとか米ぬかだとかこれまであんまり使われてなかったもの、まあ、そういうものを あの地域として活用して、まあ、それをあの複合肥料として販売をするということで、まあ、非常に何て言うんでしょうかねあのやっぱりこの緑の食料システム戦略を地方地域で考えた時にはあの地域でこれまで使っていなかったいろんな資源だとかエネルギーだとかですね、まあ、そういうものをいかにうまく使っていくかっていうのが一つのポイントになろうかと思いいいます、まあ、そういうのに取り組んででるところでございます。 あと全く農業と関係ないあの中日本カプセルさんという、これは、いわゆる薬のカプセルを作られている会社ですけれども、そこがですねあのソフトカプセルを作るときに発生するこうゼラチン、こういうものでえ化学肥料じゃない肥料、そういうものを作っているとか、いろんなですねこう広がりが出てきております。またあのこののの企業さんというのはあの国の認定が かかるもんですから、やっぱりあのそういう意味ではあの一つの信頼性っていうのがあのあってですね、やっぱこう地方銀行からの融資が受けられるくな受けられやすくなったとか、まあ、そういう意味でのあのことも含めて、まあいろんなこう広がりが出てきております。まあぜひこれはあの本当に今日お見えの皆様方がですね、一番得意とするところだろうと思いますので、まあぜひあの。えー 今ご自分のところでいろいろ検討されている、もしくは研究されているようなものを、こういう形で認定の方に持っていく、もしくは地域として組み込んでいく、そういうことをぜひご考えいただければありがたいなというふうに思います。また、エネルギーの方もですね、あの北海道の鹿葵だとかマニア、岡山のマニアだとか、ゼロカーボンシティという形で、これはもうあの、 太陽光もそうですけどあのバイオガスだとか堆肥化だとかですねいろんなコンポスト、まあ、そういう農林水産業に関係するいろんな資源を使って地域としてのエネルギー循環をこう図っていくと、まあ、大型村とかですねあと北海道のですねおっぺとかですねおこっぺとかですねあの いろんなところででそういうい取り組みが進んできております、まあ、これはあの災害が起こったときにです、ね、やっぱりあの電力がうまくいかなかったときにこう地域でこういう電力システムがあると非常にあのそういう意味でも災害に強いまちづくりにもなるということでございますあともう1つはですねあのやっぱりこうそれをこう消費者にどう伝えていくかというのがすごく大事で今、こう見えるかということでいろんなことをやっています。あの 生産者があのい,こういろんなこう技術だとか、まあ、さっき言ったようなその肥料とか農薬を減らしたとかですねそんなことを含めて、えー、どれぐらい CO2 の削減になったかというのが、まあ、あの計算式で出て、まあ、それをあの東急ストアさんだとかコープだとかですね、まあ、いろんなところで、まあ、こういう,こう温室効果削減の,あの星にして売るということが今始まってきております。 ま,あまだまだですねあのちょっと消費者にあの十分あの普及していないんですけれども、こういう取り組みっていうのは、すごく大事ですので、ぜひあのご覧に知能さんも含めて、また今日はあはいろんなあの広告関係の皆様方もいらっしゃるというふうに聞いてございますので、ぜひあのちょっと注目いただいて、こういうところにもお力添えいただければありがたいというふうに思います。 またもう一つは、ですね、あの皆様方が非常にあのこれから活躍する一つの場面というのが、いわゆるあのカーボンクレジットでございます。まあ、ご存じのとおり、カーボンクレジットでですね、あのいろんな手法というのが、これはあの工業関係もありますけど、農業関係でも出てきておりますで。分かりやすい例を、分かりやすいというのはです、ね、のまあ、通常型というのは、これ、農業 の人だけでやることなんですけどやっぱり一番大事なのはこのプログラム型ということでこれを運営する方としてですね人としてやっぱり機械とか資料のメーカーさんだとか小売りの企業さんだとか金融機関だとかあのそれこそあの IT 関係の皆様でも結構ですしあと広告関係の皆様でも結構ですしやっぱりあの こういう,こうプログラムをこう運営する主体として皆様方が非常に期待されているという側面がございます。ちょっと具体的な例をあれするとですねあのクルベジはまあ皆さんご,ご存知かもしれませんけどあの昔からの日本の先駆けですけども、まあ、分かりやすいのはこう味の素さんの取り組みですよねこう味の素の方で、えー、ある栄養素を開発をしてそれを明治が あのそれを使ったの餌を作ってますでその餌を食べさせると、えー、この牛から出る GHG が削減するということが認定をされて、えー、これによって、まあ、味の素さんはあの自分のところの素材が売れるし明治は飼料が売れるしでこの酪農家さんは GHG の削減に伴って、えー、この味の素がさっき言ったそのプログラムの主体として、えー、クレジットを 販売をしてその収益というものが酪農家さんに行くとまあ、まあそういう仕組みですね。まあ、これはなかなかですね。やっぱりこういう話っていうのはあの農家だけではできない話なので、やっぱり農協さんだとか、あの農業に関係する企業さんまあ、そういうところがこうまとめてですね、えー、やっていくまあ。それでこれはあの別にあの全国でも同じような取り組み。まあ、このこの取り組みは北海道が中心ですけども。あの全国でもあの。 展開できますので、まあそういうことも含めて、やっぱり皆様方に非常にあの期待する部分でございます。これもあのぜひですね、あのまあ企業イメージも含めてあのやっていただければなというふうに思いますし、まあファームノートさんなんかはですね、もう明らかにこれ IT の企業さんでいらっしゃいます。あとまあ今ですね、あの三菱商事さんだとか、まあいろんなところがこう今やり始めて。 おりますので、まあ、ぜひぜひあのこういうのにご興味を持っていただければというふうに思います。あと、あの国際的な成果としてはです、ね、あの国際農研という研究機関ございますけれども BNI 強化小麦というこれはあの肥料があのほとんどいらない小麦というのがあの日本で開発されて。 これは世界のです、ね、これからの食料の需要に増加に需要増加に非常に力を発揮するんじゃないかということで今世界的に着目をされているものもこの緑戦略の中でできてまいりましたあと品種の育成だとかですね今農林省の方でこういう技術カタログっていうのをこう作って 各現場で,です、ね、使える技術っていうのをこうやってきてきおりますで、今バージョン3まで来てますけど、まあ、これまでどっちかっていうとやっぱり地方の研究機関とかですねそういうのが中心の,あの技術でしたけど、まあ、これからですねあの各企業さんの技術なんかもここに載せることによって、まあ、企業さんにとってはある意味国のお墨付きっていうことになるしあの多分あの国とか県の研究機関だけではできない技術っていうのが、えー すごくたくさんあると思うんですね、まあ、そういうものもこういうところで取り上げていこうということを今、農林省は考えておりますので、まあ、これもぜひ1回あの見ていただければなというふうに思います。まあ、それこれですね、あの最後に、あのまあ、今、私が申し上げたことを、本当、駆け足で申し上げたわけですけれども、まあ、あの 1>, 1人だけ興味を持ってもなかなかあれなんで、ですねぜひあの会社の方でですねもし今日のお話に興味を持っていただいたんだったらあのこのアフノアプロジェクトっていうのをこうやっててですねこれはあの誰でもいいんです、あの農家でもいいし農業者、あの農協さんでもいいし食品企業の方でも誰でもいいので、えー、参加いただいて、えー、ここであの持続可能な生産と消費というものをですねいろいろこう議論しようよということで。 えー、いろんなこう企業のこう若手の方、まあ、企業さんとして入るんですけど、実際にこう出てくるのはこう若手の方がですね。まあ、いろんなこうプラットフォームをここに作っていて、いろんな議論をしています。あのフードテックなんかもですね、こういう中でいろいろこう議論しています。まあ、ぜひですね、あの今日申し上げたような話の中で、まあ一つでも二つでもご興味が。 あったら、まあ、ここに入るとですね、まあ、いろんなことがあの他との情報共有もできますので、ぜひやっていただけないかなというふうに思います。あと、えー、あこれはですね、まあ、それを具体的にこう成果として、こんなことがあのいろんな人たちがこう議論した結果としてできてますよというのが、あのまあ、ここをいくつか載せているところでございます。あともう一つ、さっき申し上げた、あのやっぱりこう世界の中でですね、 あのこの環境問題というのはまあよいドンで始まったわけですけどさっき申し上げたとおりあのなかなかやっぱり日本はですねあの、まあ、農業分野だけじゃないと思いますけどどうしてもやっぱり欧米の基準っていうんでしょうかね、まあ、そういうものをまあ何ていう言い方していいかあ押し付けられてきたというかあのやっぱり欧米の基準になんか従って、えー、農業関係の例えばあの 権益の関係とかですね、そういうことも含めて、やっぱりあのやらされてきたっていうのが正直なところでございます。ただこの環境問題に関して言うとですね、およそあの各地域の環境というのは違うわけで、あの本当にあの乾燥しているヨーロッパなんかのですね、あのなんかの基準を日本だとか東南アジアだとかこういうところに持ってこられても、まおよそ通用しない。ただ多分 あの貿易にもこれは絡む話になりますので、これからあの壮絶なですねあの国際的なこうルール作りというのが始まります、そういう中でやっぱりこう日本はこう東南アジア、東アジアとしてですね東アジアのモンスン地域としてえまあ日本が主導をしてやろうということで、今、いろんなことをやっております。こ、まあ、これはまああの一つののの例ででですけどえこの前の日本でありました G7 農業大臣会合でも まあ、いろんなことを発信をしておりますし、あとその時の G7 の農業大臣声明で、えーまあ、見ていただければ、あのまあ、いろんなことが書いてありますけど、まあ、ポイントはここですよね、万能の解決策はない、地域の環境や農業条件に最も適した方法を促進していくんだと、まあ、こういうことを G7 の農業大臣会合、まあ、その後の,の G20 ですね、そういうところでも、こういうことを あの一致いたしました、まあこれはあのまああの当たり前というふうに思われるかもしれませんけどこれまでの国際交渉の中では本当にあのこういう考え方が入ったっていうのはあの画期的なことでございます。まあ、こういうことを糧にしながらですねあの一つ一つこう積み上げてえ国際的なあのルールメイキングに日本もまあアジアと一緒に入っていこうと。 いうことと、あといろんなこう技術をですね。あのー、やっぱりこうアジアの方にも展開していこうということで、まあ、いろんなあのところがこう。議論が今始まっております。まだあのバージョン1になってます。けれども、あのこれをバージョン2。バージョン3。という形でどんどんあの？広げていきたいというふうに思っているところでございます。 最後にです、ね、あのまあ、今申し上げたのは、いろんなことも含めて、いろんなリスクが今、大きくなっておりますので、今、食料農業農村基本法というのの見直しをあのやろうとしております。でこの前、中間報告が審議会の方で出ました。で食料安全保障ってい例えば戦争があるとか、ですねそんなふうに思うんですけど、もうあの世界の潮流は、えー、国民一人一人がいつでも食料容易に入手可能な状態とすると。 まあ平時の時から食料安全保障を確保するんだというのが、これはもう今、世界の主流でございます、で現行の基本法は、どっちかというと、その非常事態の話しかしていないので、まあ、こういうふうにしましょうということと、まあ、あの非常に輸入リスクが大きいんで,です、ね、あのまあ輸入の安定確保も図りながらですけど、国内農業生産の増大だとか、いろんな生産資材を国,国内で担保していきましょうよというような話、とうやっております。 まあその中に今申し上げた緑の食料システム、環境と中和のれた食料システムをい確立していくんだということもあの、一つの,あの方向として出てございます。まあ、そういうことであの、の多分次の通常国会にですねあのこの基本法の改正が出ますので、その間、いろんなステークホルダーだと、農林省議論をすると思いますので、ぜひ皆様方もですね、 あのそういう議論に積極的に参加いただいて、よりあの日本の食糧システムというのが、えー、持続的で強靭なものになるように、えー、お知恵を貸していただければというふうに思います。あと最後ですね、あのちょっとこれはもう宣伝なんですけど、あのバズマフっていうのはなんかご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。あ,ありがとうございます。<laughs> まあぜひですね一回見ていただければです。あの非常にあのなんていうのかなあの流行ってるって変なんですけどあの。 あれ当た,当たってって変なんですけどあのさっきあの、まあ、日野さんの,です、ね、あの,あのデジタル戦略あ,の、まあ、あれで、まあ、我々素人なんであんな,あんなことまでできませんけれども、まあ、あのやっぱりこうなかなかあの人に伝わらないっていうもどかしさがあってですね、まあ、そういう中で YouTube っていうのを使うよとただ YouTube っつってもあの、まあ、私が当時官房長の時にこれ始めたんですけどあの 私なんかに言われてもよく分かんないということで、まあ、ともかく若い者にやってみろということでやらせてみましたそれでこれはあのルールは2つでですね1つはもうともかくあの上司は一切口を出さないあともう1つはあの仕事の2割までこれに使っていいということであの今はですねあの本省で12チーム地方9チームっていうのがあのいろんなことをやっていていやなかなかすごくてですねあの 登録者数が17万人で YouTube から表彰いただいたりとかですねやってまあなかなかあのやっぱりこう伝える手段としていいっていうのとあのすごくあの若い子たちなのであのやっぱりこう何言ったらいいんでしょうかねあのこう役人として一言一句厳密になんて思わずにすごく分かりやすくやってるんでですね本当に若い人たちに受けておりますので是非、まあ、ちょっと一回。 見ていただいてあの会社の若い方々にも宣伝いただければというふうに思います。あとさらにですねあの深く知ろうと思ったら今回あの基本法の見直しをやりましたのであのこちらからあの入っていただけるとあの基本法の見直しをした時の審議会の資料が全部ございます。まあ、これはあのものすごくあのいい資料です。 本当にあのご興味を持っている分野を本当にあの掘り下げたかったらここに入っていただければというふうに思いますのとこれはあのマフアプリということでいろんな農林省関係の情報を災害なんかも含めてですねあの農家に直接届けるあの仕組みなんですけどまあ別に誰が入っても構いませんのでもしなんかあの農業政策だとかですねそんなところであの何かが知りたかったらまあ何かかというかあのアップデートであの知りたかったらまあここに入っていただければ。 いいいいいろんなことが知れるととがれ思思まますすので、えー、ぜひご活用いただければという,ふうに思います、まあ、ちょっとあの駆け足でですねあ,のあんまり分かりづらかったかもしれませんけれども、まあ、ともかくやっぱりあの今世界のこうやっぱ地球環境というものに今何かやらないと本当に後戻りできないよねという共通認識がある中でそれはあの農林水産業食品産業、えー、それもあの そこから外れるものじゃないとそれはあの排出することも含めて外れるもんじゃないと、まあ、そういう中でかつ多分ですね第一産業が一番その影響を受ける産業だろうというふうに思います、まあ、そういう中でやっぱり我々としてやるべきことそれはあのやっぱりこう食料システムとしてきちっと考えるかつあのいろんな技術とかそういうことも含めて言うと 単にあの農業者だけではできないことが多々あって、農業機械だとか資材だとかエネルギーだとかまあ、それに関わるあらゆる産業の方々とですね。対話をしながらまあ、そういうことをあの進めていくっていうことが大事だということでございます。まあ、そういう意味で、あの今日、あのお集まりの皆様方はですね。そういう意味での本当ステークホルダーの。 最前線の方だというふうに思いましたので、まあ、ちょっと役人の話でつまんないんでですね。申し訳なかったんですけど、あの今日受けさせていただきました。ま是、あ、非、あのそこの皆様方がステークホルダーだということをご理解いただければ、あの私としてはありがたく思います。あの簡単でございますが、あのお話は以上とさせていただきまして、まあ、もしなちがご質問とございましたら、あのお受けしたいと思います。今日はありがとうございました。 枝本様ありがとうございましたそれではご講談くださいあよろしいですかはいじゃあありがとうございましたありがとうございました世界における日本の農業について非常に考えさせられる貴重な講演だったかと思いますえ続きまして広告事業の新たな取り組みについてと題しまして日本農業新聞広告部部長佐々木俊から当社の広告の取り組みを申し上げます それでは佐々木部長ご登壇お願いいたします。こんにちは。広告部の佐々木です。改めまして受賞者の皆様おめでとうございます。そして来場の皆様、日頃日本農業新聞をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 アグリビジネス講演会と題しましてお伝えしてきましたこの第2部もですね私で最後になりました先ほどの前農水事務次官のですね枝本様のご講演からもですね農業農村分野また地方が大きな変革期に当たっていることそして新たな市場が広がっていることへのですね新たな可能性を感じて いたそしてです,、ね、アグリそうですね、デジタルソリューションをはじめです、ね、またそのど真ん中に日本農業新聞もあるということを、皆様、感じていただけたんじゃないかなというふうに思います。ですね、あの画面を見ていただきましてです、ね、広告事業の新たな取り組みと題してお伝えしたいのは、 え部数にして約三十万部の全国日刊紙としてのですね、え日本農業新聞の力です。そのうち電子版は二万 ID に迫ろうとしております。J 役職員をはじめ若い担い手層などへ日々拡大しています。しかしですね、え私が考えるのは本当の力はそこではないのではないかと思っています。私たちの新聞は九十五年の歴史、マスコミとしての発信力、そして最大のポイントは 全国537ある JA 事業と直接結びつき農家に直接足を運んで記事を書き日々 JA と農家との信頼を積み重ねてときたということですそしてそのような新聞は他にはないのではないかということです先日こんなことがありましたある食品メーカーさんがですね JA から原材料を調達したいと 問い合わせてきたんですけれども、国産で出どころのはっきりした、しかも品質の高い原材料はいくらでも欲しいとおっしゃっていたんですが、でも、J はなかなか敷居が高いというお話でした、早速ですね、私、広告の方ですね、新聞の普及を担っている業務局に連絡を取りまして、職員メーカーに J を紹介しました、無事商談に向けた打ち合わせに入ったということです。 で過去にはです、ね、別の大手食品メーカーさんからもそのような話がありました年に1回 J のトップを招いて表彰などを行う日本農業新聞全国大会というイベントがあるのですけれども来場者にその場で試食をしてもらってです、ね、トップ層にファンを拡大しましたプロモートをきっかけに J のトップとの新たな接点ができたことから ご当地食材を使った新商品の開発にもつながり、記事や広告で取り上げることで好循環を生み出しました。またですね、日本農業新聞の DX 研究会には、先ほども高橋の話からありましたけれども、多くの J さんが名を連ねて、IT、DX 関連企業とのイノベーションを日々生み出しています。農村の価値が見直される動ききはコロナ禍をきっかけに 大きく変わろうとしていますまたですね J も保守的なイメージあったのかと思いますけれどもホームセンターとのコラボとかですね大手レストランチェーンとのメニュー開発のこういった連携等も出てきておりますまた農業のイメージを変えようとですね画面のようにですね農業男性の担い手を 農業男子として取り上げてですね特設サイトで人気投票を行ってトップの3人を広報大使として農業の PR に一役買ってもらう取り組みなんかもありますこれですねさまざまなメディアから注目されましてですね数億円の広告効果を生んだとも言われていますまたですね地域おこしでアニメとタイアップした 田んんぼアートなんかも出てきてきおりますで私はですね3月末まで四国支局、これ、松山にあるんですけれども、そこで農家に新聞を普及するお仕事をさせていただいていました、そこで耳にしてきたのは、ですねこのままじゃいけない、改革が必要といったですね J 役職員からの切実な声でした。多くの J が変わろうとしています そして本市には多くの J からの困りごとが集まってきます J と企業団体を結ぶ接点としての日本農業新聞への期待はますます高まっていますでこの図のようにですね、J と企業団体をつないでニュースや広告などの情報発信で大きなビジネスにつなげるお手伝いができると確信しています 日本農業新聞広告部はですねこれまではあの新聞広告だけをセールスする従来の姿というのがあったかと思いますけれどもそこからのですね一つ脱却が皆さんからも期待されているんではないかということを感じています皆さんの事業内容を伝える上で記事した全ページ広告というのはもちろんですけれどもサイトの制作チラシ動画アニメの作成などですねあらゆるニーズに 日本農業新聞が培った見せる技術というのを動員し生かしていきたいと思います。であの先ほど高橋のお話にもありましたけれども、緑 GX 新聞っていうものをですね、一つ期待をいただいているところかと思いますけれども、まずですね、デジタルソリューションに広告部も乗り出します。23年度下期は新たにプロ農家や 営農指導員向けに防除農薬の困りごと解決のヒントが見つかるポータルサイト防除ポータルサイトを立ち上げます農家の困りごとを集めその解決のヒントとする事例を全国から探し取材する記事コンテンツを目玉といたしますユーザーを集め属性を把握することで将来的にはターゲットを絞ったピンポイントの情報発信ができる 広告メニューをご用意したいと思いますもう一つあります農業資機材サービスのオンライン展示会も立ち上げますコロナ禍を機に認知が広がったオンライン展示会開催ですがコロナが収束に向かっている現在もその利点からニューノーマンの姿として定着しつつありますそこで農業資機材の企業団体様にオンライン上で 各社自慢の商品サービスを展示いただき、農家、Ｊ 職員等とオンライン上で商談やチャットなどができるウェブ展示会を立ち上げます。これは年内にはですね、皆さんにはご案内を差し上げ、年度内に開催したく今準備を進めております。 さらにですね7月31日にはですね受付のところにもあったかと思いますけれども食の教育を広げるための食のブック「ミール」も立ち上げましたこれはですね小学校4年生までを対象に本市のウェブサイトからですねダウンロードするワークです和食のですねユネスコ無形文化遺産登録10周年を記念した特集記事国商国産の大切さなどが ワークを通じて自然と身につく内容です。J が農業体験のイベントなどで配布したり、障害担当者がプレゼントとして活用したりしてもらうことを想定しています。す、え、で、ー、にですね、多くの読者の方からですね、注文が入っているということです、えー。ご家庭で夏休みの自由研究に使ってもらうように作っておりましてですね、えー、無料です。えー、皆さん企業の中でもですね、食の教育に取り組む事例が増える中。 あぜひともですね、コンテンツをダウンロードしていただければと思います。で、時号は秋か冬号を予定しているんですけれども、えー、これ、協産企業もちょっと募,募っておりますので、えー、ぜひともですね、ご協力の方お願いいたします。 でえー、皆さんにです、ね、駆け足になりましたけれども、お渡しした資料の中に、日本農業新聞の媒体資料とです、ね、あと、今ご説明したラインナップを簡単にまとめた資料を入れております。えー、ぜひともです、ね、でまあ、時期が来ましたらです、ね、各担当から詳しくご説明をさせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。 であのこの今ですね大変な変革期にあると思いますけれどもまあ、広告部はですね皆様企業団体にとってのですねあらゆるお困りごとを解決するですね組織に変わっていきたいと思いますぜひともご期待ください、えー、そして引き続きですね日本農業新聞とそして皆さんの元にお邪魔する営業担当者をですね可愛がって開けてくださいどうも今日はありがとうございましたありがとうございました。 それではご講談ください。それでは閉会の挨拶を日本農業新聞常務取締役山西直樹から申し上げます。はい、皆さん大変お疲れ様です。えー、今すべて話をさせら <laughs> させてもらったような感じになっちゃいましたけど。 私の方からは、日あの,、えー、今日あの皆さん、本当におめでとうございます。グランプリを受賞されました、FMC、ケミカルズ、株式会社さんもはじめ、受賞された皆さん、本当におめでとうございます。ますますのご繁栄をご記念申し上げますとともに、えー、当社の先ほど佐々木が言ってましたように、広告事業に対してご愛好の方をよろしく引き続きお,お願い申し上げます。えー、そしてあの日本の農業新聞は 冒頭の挨拶にありましたように、今年創刊95周年を迎えました。えー、第2部の、えー、アグリビジネス講演会では、えー、前の農林水産事務次官の枝本,会、えー本えー、事務次官、榎、えー、本会長からあのご講演いただきました、ありがとうございました。その中で日本の新聞の役割、えー、エールをいただきました。えー、同社は 紙の媒体だけではなく先ほどのありましたように、えー、農業の DX の分野そしてデジタルメディアの分野について今後ますます、えー、存在感を強めて参りたいと思っています、えー、私どもの今後の発展にまたお力をいただければと思います 最後にあの簡単でございますが今後ともよろしくお願いしますということで私の挨拶をさせていただきます本日は誠にありがとうございますありがとうございましたそれではこれをもちまして第十九回令和4年度日本農業新聞広告賞表彰式並びにアグリビジネス講演会を閉会といたします。 ご出席いただいた会場の皆様、本日は誠にありがとうございました。皆様どうぞお忘れ物のないよう、お気をつけてお帰りくださいませ。